まあ、洋楽をメインによく聴くので、はい、結構ポップな感じの UK とかが好きなので、そういう影響とかがあるかもしれないです。はい、最近の洋楽とかから、そうですね、2000年代のね、はい、はい、はい、そうですね、はい、ちょっとですね、まあこう、まあ、ちょっとそのアレンジをすごく加えてたバンドでちょっと特徴的だったんで、まあ普段ですね、ビートルズをカバーしているフォーエバーの方にもちょっと言っていただければなと思います。お疲れ様でした。全体的にものすごい良かったと思います。特にベニーレモン、途中で後半でね、転調しましたよね。アブとかのビーカーなんか転調しましたね。タネサンドの転調って僕大好きなんですけど、素晴らしくかっこいい方だと思います、ね。それでバンドのスタイルとしてもすごくまとまってて、リズムのいいバンドだなっていう印象があります。非常に良かったと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。いいコメントがいただけたんではないかなと、専門的な、ね、はい、評価ですね、はい、ではですね、もう一度ですね、こちらのオリジナリティにあふれた、ライオネルの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあ、続いていってみたいと思います。ありがとうございます。こちら6人編成になりますね。今回の、はい、出場バンドの中でも、最も多い人数で大状態の、ね、バンドですね、はい、バンドになります。はい、それでは行ってみたいと思います。ビートルトラブルの皆さんです。それではお願いします。Yeah!
ンドやろうやって話になって、いいねバンドいいね、ドラムベースギター揃ってキーボードもいたらいいね、キーボードのやつが入ってきたらエディー・マドンナをやろうっていう話になって、エディー・マドンナおいいじゃん、でまあ練習してなんかこうおいいねいいね、ノリがいいね、じゃあ歌おうか、せーの、エディー・マドンナってなっちゃうからねえのにこれはすげえ、ちょっといろいろついたら卓郎とは違うぞって
大変会場盛り上がってくれ